ぱりガチャガチャって実は究極の無人販売機だったりするのかな。これ一つ取ってもレジ打ちの手間もなくなってしまいますし、従業員の人が入れてる間待ってるとイライラするんですよ。不思議と自分で参加しているとイライラしにくいっていうことが実は分かってきました。でそうなるとお店の人もやる業務っていうのは、豆の説明をすることと、あとは後片付けです、メンテナンスだけになるので負担がかなり減るので、むしろコミュニケーションに時間を割けるようになるので、従業員の人もイライラしない、こう双方がイライラしないと実は心地のいい空間ができるんじゃないのかなという、そういう狙いでデザインさせていただいてました。純粋にコーヒーを楽しむって、コーヒーを飲むことだけとは僕は限らないというふうに思っていて、そのコーヒーが出来上がるまでの過程を楽しんでもらったりですとか、コーヒーを飲んでる間の空間であったりですとか、従業員の方とのコミュニケーションを楽しんだりですとか、そのコーヒーの周辺にあるさまざまな魅力っていうのが僕はあると思っていて、でここのガチャガチャコーヒーのコンセプトってまさにそこをいかにこう楽しんでいただけるかっていうことだと思いますので、一見するとちょっと奇をてらっている一発芸的なコンセプトではあるんですけど、実はコーヒーの本質的な魅力に出会ってもらえたらいいなというふうに思います。